皆さんこんにちは、なぎさです。早速本題ですが、皆さんはコーンブルメア使っていますか？現在開催されているトゥースフェアリーガチャでピックアップされていますし、一番最初のナイトガチャでもピックアップがあったということで、持っている方も多いんじゃないでしょうか。そんなコーンブルメアを最大限活かすために重要なのがやはりデバフ。今回は他のキャラクターと比べてコーンブルメがデバフの恩恵をどのくらい受けているのかを検証していきます。では早速見ていきましょう。はい、ではまずね、コーンちゃんのスノーダメージを知りたいんで、シンプルに、スペルを打っていきます。さあ、ダメージの方が、1079でしたね。まあ、これがね、今回ベースとなる、ダメージです。これをもとにいろいろ検証していきましょう。はい、では次に、デバフプラススペル打っていきます。あっと、ちょっとクリティカル出ちゃいましたね。ちょっとこのゲームね、クリティカルが分かりづらいと思うんですけど、一応ダメージの、右肩に黙々マークみたいなやつが出た時は、クリティカルが出たっていうことですね。もう少しね、分かりやすい表記の方がね、嬉しいですけどね。はい、では、気を取り直してもう一度ね、デバフプラススペルいきます。さあ、ダメージの方がね、2163でしたね。まあ、これを見ると、まあ、パッと見、何もない状態よりも、2倍ぐらいね、ありそうですね。ちょっと計算してみましょうか。割る1079なんで、そうですね、だいたい2倍ですね。どうしてデバフを打っただけで、こんなにダメージに差があるのか。その秘密は、洞察1とスペルの効果にあります。まずはね、洞察1の効果。敵がステータス低下、状態異常、行動阻害の時に、その対象への余ダメージが 20% アップする、こちらの効果と、袖口注意、対象がステータス低下、状態異常、行動阻害の場合、追加で 45% のリアルダメージを与える、ここの2つの効果によってダメージが爆上がりしています。はい、では次にデバフと相性のいい真相、思いを馳せてを持たせてやっていきます。ダメージの方が3154でしたね。まあ、パッと見何もない状態の3倍ぐらいはあるかな。ちょっと計算してみましょうか。何もない状態よりもね、2.92 倍、上がってますね。で、心臓の、あるなしだと、だいたい 1.45 倍変わってますね。やっぱ心臓もね、結構大事ですよね。これを見るとね、心臓も大事な育成要素の一つだと、改めて思いますよね。デバフと相性のいい真相、思いを馳せては、星5の真相ながら、コーンブルメと相性が良く、おすすめの真相の一つです。はい、では、比較対象として、ナイトでもね、同じことをやっていきます。ダメージが1823でしたね。これがナイトの、素のダメージです。はい、では次に、デバフプラス正義打っていきます。まあ、普通にね、考えたら 15% ずつのデバフなんで、まあ、1.3 倍くらいね、火力が伸びると思われるんですが、どうでしょうか。2327でしたね。さあ、これもね、計算してみると、まあ、大体ね、やっぱ 1.3 倍くらいっていうことか。まあ、結構ね、ここら辺しっかりしてますね。まあ、しっかりしてるっていうのは当然なんですけど。いや、とはいえやっぱコーンちゃんすごいですよね。さっきこの状態で2倍ね、伸びてましたからね。はい、では最後に真相を持たせてやっていきます。何か聞こえる。そんなに怒らないでよ。我が剣の力なき者のために。さあ、ダメージの方が、3422ですね。これは、何もない状態の、大体 1.87 倍ですね。真相のありなしだと。1.47 倍ぐらい変わってますね。これはあれかな、コーンちゃんとほとんど変わんないですね。これはね、真相が同じなんで、まあ、結果は、ほぼ一緒と。はい、こちらがね、今回検証した、まとめの表です。ナイトと比べてみましたが、やはりね、コーンちゃんデバフをね、してからのスペルの火力の伸びは異常だということがわかりますよね。デバフの1行動がもったいなくね、感じることもあったかと思いますが、これをね、参考に自信を持ってデバフを使ってもらえれば幸いです。この動画を見て、コーンちゃんのデバフって偉大だなと思った方は、ぜひ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。